地理院地図 Google ググマップ町立南伊勢病院の一町立南伊勢病院は三重県渡来郡南伊勢町にある町立の医療機関である。南伊勢町の医療の中核を担う病院である。基本理念は地域の皆様に信頼される温かみのある医療サービスを目指します。2019年11月8日に移転外来診療を開始する予定。過去に存在した 診療科目民間病院として1938年9月16日に開設された。戦後しばらくは5カ所は沿岸の町村の拠点病院として順調な経営をしていたが、より充実した医療機関のある伊勢市への交通の便が良くなったため患者が減少し、1967年1月1日に南西町へ移管された。南西町は病院を改築し、 X 線診断装置や胃カメラなど当時としては最新鋭の設備を導入し施設充実を行って経営を好転させた。しかし大阪大学医学部から受けていた医師の派遣が途絶え医師不足が問題化し再び経営難に陥った。その後超有利を売却するなどして赤字を埋め合わせたが根本的な解決を見なかった。1982年からは 三重県の指導を受け自治医科大学の卒業生を医師として迎えるようになる。平成以降は1993年の整形外科開設を皮切りに施設の利便性が図られ2005年10月1日の南伊勢町発足に伴い現在の名称、町立南伊勢病院に解消、現在に至る。旧病院かつては以下の診療所を分院としていたが、 現在はいずれも廃止されている。宿浦診療所1949年2月1日に本院が経営移管された際に分院として設置。本院の大学からの派遣医師不足に伴い委託診療が続いた。愛和診療所大川浦区立の診療所として開設。1953年に分院となり、1963年に町立に移管。 1982年には、近隣地区でも巡回治療が実施された。出展中、1 2回に設置、3回に設置。南西長子697ページの図7から1によると昭和43年から昭和55年の統計までは、産婦人科の患者数が記載されているが、昭和57年の統計にはない。また条例上は現存する。南西長子での記述。 伊勢年間賞は23年版職員二2 6ページでは、三重県農業界の所管となっている。三重県農協20年百687ページの年表によると、三重県厚生連の前身である、三重県文化厚生農業共同組合連合会の発足は1948年8月となっている。南西調子での記述。三重県農協二十年百八十七ページの 年表には、1948年10月、大安病院5カ所分圧連都市、県文化構成例により、独立と記述されている。ありがとうございます。